この放送は、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、皆さんこんにちは。ジャマホワイトハウスの時間がやってまいりました。今日はね、まあ見ての通りアンパンマンですというのがね走っとるって聞いたけどね、まあちょっとロケ行こうか思ってたらね、これ南風2号いうのはね高知から来た終着駅が岡山でね、これがね今度南風3号にすり替わってまた高知へ行くと、まあしかしねこれね、まあ岡山駅の企画の時にも言ったけどね、いいよねこれね、岡山駅こんなキャラクターのね列車が来たり、いつか一度か広島コーナーないけねほんまコーナー見ただけでもね、あもう岡山駅には負けたいような感じするよね。貨物列車がちょっとうるさい。皆さんこんにちは。僕アンパンマン。今日はアンパンマン列車にご乗車いただきましてありがとうございます。四国行ったらね、右見ても左見てもアンパンマンなんよね。自販機もアンパンマン台が書いてあるし、ゴミ箱にもアンパンマンが書いてあるしね。なんで四国行ったらアンパンマンなんかな思ってね、まあ大体分かっちゃおったけどね。アンパンマン列車やらね、なんかいろんななんとか系なんとか系ってあるらしいんだけどね、
どこまで喋ったかちょっと忘れてしまったんだけどねこれ瀬戸大橋ね、これを渡ってね四国へ、この瀬戸大橋ね、この間車で渡ったらね、たった一区間なんだけどね、この瀬戸大橋を渡ったらね、ついに節約しよう思ってね、ほんまに一区間よね、あの瀬戸大橋だけをね、であれどこ何インターだった、小島インターだったかね、小島インターからで境で北が一番短い区間だからね、ちょっと違ったらごめんね、ほんま節約しよう思ってね、ほんま一区間だけ車でこの瀬戸大橋渡ったね、2900何歩取られたね、大方3000円よ、たった一区間で高ー思ったね、ほんまぼったくりようね、この穴もほんま、こうやったらね電車で渡った方が安いよね、これはね、ここはね、あの快速マリンライナーでまた今度企画やるけどね、あの快速マリンライナーいうのもええよね、このあのアンパンマン列車は特急じゃけね、これ特急のあの南風3号いうやつじゃけね、これはね特急料金がいる、ね、特急料金払うだけで安いもんよね、何もちょっとか例によって忘れたんだけどね、ああのね、そうさっき何言ったかちょっと思い出したんだけどね、あのね大体いつもわしはいい加減なことばっかり言うけどね、今回はねちょっと調べたんよ、 Google でね、今時の言い方したら Google を言うていうかね、なんで四国行ったらアンパンマンかいうのはね調べたらね、やっぱりね作者のね柳瀬隆さんがね、そうじゃないかなとは思うよったけどね、いや柳瀬隆さんの出身地が高知県らしいね、で2013年に亡くなられて、高知の方行ったら柳瀬隆記念館とかいうのもあるらしいね、まあ四国行ったらね右見ても左見てもアンパンマンじゃけね、まあ多分そうじゃないかないうような、ね、予想はついとったけどね、アンパンマン、まあ、存在は知っとったけどね、漫画は見たことないんじゃけどね、まあでも実際こうやってねアンパンマン列車乗ってみたらね、なかなかキャラクターも可愛らしいようなね、あらまあ人気が出ても納得いくかね、これね、なんかシートとかね、アンパンマンのキャラクター、これバイキンマン言われて、俺漫画見とらんでもね名前ぐらいは知っとんだけどね、うん、なかなか可愛らしいキャラクターでね、人気が出るのも無理はないなと思ってね、まあ今頃のトイレは綺麗なね、これわしが若い頃の電車のトイレな、大して綺麗じゃなかったんだけどね、可愛らしいキャラの絵も描いてあるしね、ウォシュレットならな応援者がね、これで100ボルトの電源もあるしね、どういうわけか知らんけどね、これ何使うんかじゃんけど、いるかあんな
別に、うん、100ボルトの電源なんか脳でもええかりそうなもんトイレの中にね、まあどうでもええんじゃけども、これはどこの駅かよ。西市じゃねこれはね、西市遊駅やね。西市は通過するけね、こうやってこうやってね、これ食パンマンいうんかね、あんまり詳しくは知らんのんじゃけど、なんかそのアンパンマンのコンセプトというのは、お腹すいた子供たちに自分のアンパンを食べさせてあげて、またまた自分のアンパンを食パンマンかなんかが焼いてくれるいうような、なんかダウンタウンのガキの使いでそういうの聞いたような気がするんだけどね、まあ、その漫画見たことがないけどようわからんのじゃけどね、事故ったらごめんね。あの一番下のメロンパンマンなんかね、これらのキャラクターの名前は全くわからんね、見当もつかん。これ布次第だ。高知駅のちょっと手前の駅でね、まあ、通過する駅なんだけどね、まあこのね、何土産線よ、予算線よか、何線よか知らんけど、ここも単線よね、やっぱり山陽本線と違うてね、まあ、あの途中ね、大ボケとか小ボケとかであれの観光地とか、まあ、あるんじゃけどね、あれはまた別の企画で皆さんに お見せしますんで、あの四国真ん中青年物語とかいう観光列車も走っとってね、あれまた企画やるけどね。はい、というわけでね、まあまあ、今日のところはちょっと短いんですけどね、この辺りで。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。